あ、どうも。どうも。こんばんは。あ、こんばんは。寄ってください。寄ってください。3人寄ってください。早く。映んないから。はい、これ部員直撃動画です。明日、入りがありますね。水井選手どうでしょうか。調子の方は。どんな風に頑張りたいの？どんなプレー見てほしいの？やっぱゴール入れたいですね。ゴール、はい、何点取る？1点。あ、大きい、1点ね。はい、小松。まあそうっすね、あの勝ちたいっすね。あ、そうだ、前節どうだったの？前節は0-0でした。いや、スコアは知ってるけどさ、その内容というか、その内容、うん、ちょっと取りそうだけど、プレーが自分のプレーは、自分のプレーはちょっと良くなかったです。松島さん、この2人の調子どう？いや、全然いいっすよ。全然いいっすよ。期待しかない。期待しかないっすか。じゃあラスト3人で明日の試合の応援してくれる人たちに一言いただいてもいいですか？譲り合いの精神いらないからさ。合わせられるの、そのせーの。せーの。明日は、すごい夜なんで、19時キックなんでね、あの涼しいんで頑張ってください。お願いします。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。あ、どうも。あ、3人いいですか、ちょっと3人、あ、1対1中ですか。じゃあ1回その、やってない今から、じゃあその1対1だけ取って、1回取って何のあれなの？あの、部員直撃のやつです。あの、弱小チャンネルです。あの、霧の葉の戦士たちっていう弱小チャンネルなんで、あの、ぜひ、はい、1回1対1取ってから、あの、帰ってきて1回コメントもらいます。あ、とりあえずじゃあゴリさんにあの一言もらうから、その間1対1やっておいてもらいます。お疲れ様です。明日の試合、大事な試合になると思うんですけど、まあ、まず先週の試合はどうだったでしょうか？先週は、まあ、チームとしてあんまうまくいかなくて、まあ、引き分けっていう形なんですけど、まあ、ちょっと内容的にはネガティブな内容だったんで、まあ、今週ちょっと意識変えようっつって、意識変えてトレーニングして、後期初戦なんで、いいスタート切れるように1チーム1本取って頑張ります。自分自身の調子はどうでしょうか？終わりませんよ。調子はぼちぼちですね。ぼちぼち。ぼちぼち。今週から右センターバックになって。おお、新たな試みなんで頑張ります。じゃあ最後、明日の試合、はい、見に来てくれる、まあ、部員、大人の、まあ、少年サッカーの子たちかもしれないけど、来てくれる人たちに一言お願いします。明日夜7時1グラでキックオフなんで、まあ。ぜひ、自分が務めるヘッドコーチ務める少年団並木 FC のこの子供たちぜひ来てください。お願いします。あ、悔しがっているところは申し訳ありません。ちょっといいですか？お疲れ様です。短めに終わります。はい、小林選手、怪我からの復帰おめでとうございます。調子の方はどうでしょうか？いや、まあ全然上がらないですね。アジキ選手、新人戦でのゴールおめでとうございます。調子の方はどうでしょうか？いや、まあ、ゴールは取れたんですけど、なんかやっぱりトップの選手との差を感じました。どういうところ で守備の強度だったり、やっぱ一つ一つのプレーのクオリティでは差があるなっていうことを感じました。 B の調子の方はどうでしょうか？ B の調子は、まあ、今連続で勝ちを取れてないので、まあ、明日中院戦あるんで、そこでしっかり気持ち切り替えて絶対勝ちたいと思います。小林選手から見て今の B どう映ってますか？まあ、俺が調子上げたら勝てると思います。それでは最後、明日見に来てくれる人たちに一言ずつお願いします。アジキ選手からお願いします。明日、全員が一致団結して、熱い戦いをするのでぜひ応援お願いします。元気になります。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。
あ、お疲れ様です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。森田選手。はい。調子の方はいかがでしょうか。調子は…言葉で言ってもらっていいですか。いい感じです。先週、順天堂大学戦、振り返ってもらってもいいでしょうか。先週は、順天堂大学練習試合で3対0で勝ってたんですけど、相手めっちゃ上手になってて、これはダメだなっていう試合でした。ちょっと煽ってますね。いや、いや相手が上手かったっていう。相手がもう想像以上に上手くて、結構負け試合でした、内容だけで言ったら。まあ今 B は、1敗、その前の試合で負けて、前回は引き分けと、少し苦しい時期を過ごせるように思いますが、 B の全体の雰囲気だったりどうでしょうか。2週間めっちゃうーって感じだったんですけど、今週は結構いい感じです。結構うーってなってたけどいい感じと。はい、グッグッデイでした最近は。じゃあ明日は期待を持てるということで。明日マジで7時全員来てください、つくば市民。はい、せっかくなんで最後じゃあその来てほしい思いをぶつけてください。帰れ俺ら。ありがとうございます。いや今ので終わりでいいわ。